春日井町は山梨県東山梨郡に存在した町である。2004年10月12日に春日井町を含む周辺6町村と合併して笛吹き市となり廃止した。県中部、群南西端、甲府盆地の北縁に位置。北西から南西へ帯状の町域で山梨市域には飛び地がある。北西部はカブト山や大倉教授さ山など、 奥秩父山海から続く山地で、南東部は、笛吹川右岸の平坦地で、果樹園が広がり、南東端は、支流中側との合流地点にあたる。山梨大岡神社寺本古代寺院後弥生時代までの、高古遺跡は見られないが、古墳時代には、宮川や平等川中石地において、集落跡が見られ、鎮めの大増強、寺山南東斜面の山六部には6世紀前半までの、 春日ガ古墳群が分布する。国府近辺には奈良時代から平安時代までの集落跡が分布し、寺本には県内最古の古代寺院である寺本廃寺がある。立領聖火の山梨郡山梨里が長域にあたり、静めにある山梨岡神社の存在からも軍家の所在地であったと考えられている。また寺本の寺本廃寺や、 国府宗神守の海南神社国府の地名からも、和明省に八代軍にありと見られる三坂町への移転前の海国国府が置かれたと考えられている東原三坂町方八町とする移設あり。国府関係施設跡や上理性の地割りも確認されているが、確定的な看画施設の移行は未発見である。中世には武田信政時代に滅ぼされるまで、 海の国士五代として、勢力を持った後部氏が下岩下に館を構え、根拠地とした。近世には、山梨軍万力筋に属する。幕府直轄領と、旗本領、甲府藩領、京宝九年には海一国により再び幕領化され、長域は、伊沢大官支配となる。また、延京三年には、僧土、寺本、小松、熊野堂の四家村が、 五三郷のうち、田安家寮になり、天保三年には、鴨村が加わる。法暦十三年には下岩下村が同じく五三郷の清水家けになり、完成七年に廃止されるまで村には陣屋が設置されていた。上万力村の差出水門から笛吹川の水を取水し、米麦栽培のほか朝や木綿、タバコなど商品作物の栽培や養産が行われる。 町域には七部王冠が通り、甲州道中へも近く、多くの村では伊沢塾の宿号を務めた。近代には、米麦栽培の他養産が普及し、生死業が発達する。明治初期の生死業の進行では、車検用の木材資源の需要が増加し、さらに山林をめぐる入会圏の変化により、山梨県下では山林の荒廃が発生し、1907年には、 笛吹川流域を中心に、県下で大規模な被害を出した、明治40年の大水害が発生する。長域は明治40年の大水害による、笛吹川の流路変更の影響を受け、堤防の改修が実施される。また、第一次世界大戦後の養蚕不況や例外などの影響による農民は打撃を受け、大正、昭和初期には、古作葬儀が発生した。戦後には、 養産からドウなど果樹栽培に転換し、ゴルフ場開発など観光業へと移行していく。1967年には温泉を採掘し、町営温泉の経営を行っている。春日井町駅一般国道都道府県道。ありがとうございます。